はい、うん、ということでですね、はいはい、今日はですね、うん、コラボを ね、 珍しいですね、はい、こちらの方です。忘れちまったか、俺だよ、俺ハンバーグだよハンバーグそうか、はい、森田のドッキリ以来ってことだね。そうですね、まあ、だから一方的なそのコラボを吹っかけられたって言ったら、うん、ふっかけられたんですけど、はいはい、後々ね、あの配信見たら割と行き当たりばったりのドッキリでなんか、部屋入ってから決めんのかいみたいな粗びきなドッキリやったじゃん、うん、ないですか。そのワード出そうと思ってた。いや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 、多分出てるよ前に。で、俺がすっごい、普段から愛用してる電動オナホールはね、あるんですけど、それを金色にされたんですよ、うんうんうん、で、結局、あれもう使い物にならんことになったんですよ。動かんってこと？動かないし、なんかもうやろうとして毎回金のなんか塗装が、あの塗料がつくから、あれ、そうなの、失敗したんだよ、はい、塗ってる時から、うんうん、なんかビチョビチョする確かにね後々もうずっと何回触ってもつくから、完全にミディアムレアでしたもんね、あれはね。あ、もう10? おい、どうしたんだ、だからそうですね、早くちょっと本題の方を教えて。オナホールをね、金色にされて、うん、使い物にならなくなった、うん、ね、うん、で、それを言ったじゃないですか、言った、聞いた、伊藤さんに。ほんなら、うん、次の収録のね、一緒になった時に申し訳ないからっつって、その別のね、オナホールを、プレゼントしてくれた。嬉しいじゃないですか、ね、で、それが、うん、こちらなんですけど、これね、これ、ね、これをプレゼントしてもらったんです、うん、これ、うん、で、これ俺早速家帰って使ったんですよ、うん、これ、うん、むちゃくちゃ気持ちいい前のちょっと超えてきたぐらいの、前の超えてきたかもなっていうぐらい気持ちいいの。え、待って、これは新品、これは全く同じものをいただいて新品なんですけど、こっから、おちんちんを入れてで、この中がすごいっしょ、これ。すごい、何これ。ここがうわーって、この中がうわーってなる。むちゃくちゃ気持ちいいんですよ、これ。よかったよかった。で、こんなに気持ちいい、ものをくれた師匠、そしてまあ袋にやっぱ恩返ししたいなっていう。あのドッキリがあったからあのドッキリがなければ、俺はこれをの気持ちよさを体感してない。味わえなかったと。で、これなんか恩返ししたいなって、うん、ハンバーグ師匠に、うん、で、ハンバーグ師匠、うん、なんだ恩返し、うん、やっぱハンバーグだ、うん、これでハンバーグこねれんじゃね形が嫌やんか。で、お前、ここにひき肉入れるとか、うん、ここにひき肉入れて動かせばもう極上のハンバーグができるんじゃないかって思ったんですよ。なので今日はそれを食べていただこうかなと。はい、こねれる、それすごいんですよ。俺はこう、これでね、こうしてる時に、あ、これでハンバーグこねれんじゃない。なんで嫌うんだよ、お前。ちょっと作り方は俺わかんないんで、教えてもらいながら、やりたいんですけど、玉ねぎを、はい、もうまずは切るだね。はいはいはい。どれぐらい、これ。森田んちでも作りましたもんね。料理すんの？俺、料理人やったんで。はい、料理人やった。そんな時代ありましたもん。いや、僕ちょっと聞いたことない。いや、バイトでキッチンやってたんで。それ料理人とは言わないなぜなんすか。料理人じゃないよ。しっかりつまみ食いでクビになったんですよで、これで、で、まあ、炒めますか、うん、はい、油いる、ローション、どっちですか。油どっちですか。油絶対そうや。あ、まあ、ここは油ずっと油もうこれぐらいでいいっすよ、こっちいらないですよ、うん、多分。だってあれに入れるだけでしょ。そうです、そうです。でも、2人分ぐらいあった方がいいなと思います。肉をいくってこと？いや、満たさないよ。今日一食ここで味見はするけど、満たす気はない。え、今日一食ここでしょ。これで、飴色になるまで時間かかるよ、飴色になる。結構だいぶね。え、もうしょっちゅう作ってあるってことですか、ハンバーグ。うん、そんなことないけど。じゃあ自分の中の1位のハンバーグとかもあるってことですか。あのね、うん、橋口亭っていうとこです。あー、有名なの。へー、東京、橋口亭。
か今日その1位が塗り替えられる可能性あるかもしれない。薄いと思うよ。いいよ、それやっとくわ。これで次進めない。次どうやって進めんすか。これだね、もうあとそれをこねる。こねるでしょ。はい、本当のこと言うと、言わせてもらうと、冷やしながらこねてほしい。冷やしながら、うん、じゃないと、うん、手の温度で、うん、その油分が溶け出すから、うん、ほう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 。じゃあもうこれで粗熱取りますか、じゃあ一回ね。あー、はいはいはい。お皿ある。皿あ、ここにですよ。これでもいけるこれちょっと洗って皿じゃ、皿でもないんですよ。溶けんじゃん。いや、そのさ、そのやっぱハンバーグ師匠って名乗ってるから、うん、そんなにも雑くいきたくなっちゃうんだよ。ハンバーグ、そんなか、はっきり辛く、いや、もう、すーびしょびしょじゃん。いや、あらめつ取れますから。全員雑いな、これ言いましょう。これで粗熱取るから。これで粗熱取るんですね、うん、はいはい。なんかめんどくせえな。なんでだよ。お二人手洗いました。やるだろ。ちょっと一回どんなもんか試してみましょうか。ここに指入れて。あ、体感する。体感、はい。ちょっとじゃあ師匠、じゃあ入れてもらいます、指。何や思てんの。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、指いけます。入れましたね。じゃあ行きますよ、うん、あ、すっごいしんどきてる。あ、すっごいしんどきてる。あ、なにこれ。すごいし、あ、閉まる閉まる閉まる。だってさ、これで、うん、締まりを感じるわけよ、はいはいはい、その細さでね、うん、はい、今ちゃんとハンバーグのこと考えてくれてました。あ、じゃあ指のチンコのこと考えてました。からもうな、ハンバーグのこと考えてください、ちゃんと。こんな目の前にあんのに。これ期待できるやろ。だってこれにローションが入る。あー、ローション入る。ローション、いや、だからチンコとして考えるのやめてください。ハンバーグとして考えてください。これすごいな、はい。まず、ここでしょ。そうですね、うん。じゃあ行きますよ。はぁ、ハンバーグの肉になるかな。なんか、あ、行ったね。ちょっと、色嫌やなぁ。行ったなぁ。はいはいはい。で、ここに塩振りますか。うん、そうだね、はい、塩一回動くんかな、ちゃんと。確かにね。でもさ、結構その指どころじゃない太さのやつが入ってるわけやから、ある程度まではいってくれると思うんですよね。玉ねぎは大丈夫。玉ねぎ入れないとダメかな、はい、牛乳は入れるんですか。牛乳も入れるよ。パン、パン粉も。玉ねぎはどっちに入れる。まあこっちか。あ、でも中で混ざるのか。そうです。肉の肉質で混ぜるよ。そういうこと。牛乳もパン粉も入れるの、ここに。そうそうそう。さっきパン粉いきますか。え、パン粉なんていいね、ハンバーグ。パン粉が水分を含んで、肉と肉をつなぎ合わせる、うん、ああ、そうなんだ。つなぎなんだ、はいはい。なんか、見ようによっちゃ韓国料理みたいな。うわ、そうだね。なんか、韓国の若者がさ、今一番食ってるもん。チーズ入れたいね。チーズ、いや、いい。チーズいいです。今日はまずは、まずはこれでいい。じゃあ、いきますよ。一旦締めるね、それで。じゃあ、締めて牛乳は後から。はい。いや、わからん。いや、肉が。でも、いや、結構来てる。1個分ぐらいするの。うわ、あ、あ、しました。あ、いいじゃん。で、これをここに刺して、刺します。あ、すげえな、なんか。おい、おい。で、牛乳、塩入るこれ。あ、もうそれをみたいな。すごいね。入れる。え、出てます？もう出てる出てる。あー、出てる出てる。すげーな、これ。出てる出てる。白いの出てる。もう出てる。白いのが出てる。点がすごい出てる。あー、売れちゃった売れちゃった。これぐらいで。いや、違う。ちょっとエロい動画になるんだよ。じゃあ、いきますよ。うわ、すごい。どう、まさこれだから、シースルーがええよね。行くで。ほんまやな。シース、ちょうどさ、中見えるか見えないかぐらいの、このね、感じ。じゃあ、行きますね。スイッチオン。動いてる動いてる動いてる。動いてます。こいつ生きてるよ。
動いてますこれは生きてるハンバーグ生きてるよ。でここ1回押すごとに変わるんですよ。あ、これの方が多分強い。はい。で、あ、こういう、今この作業してる、はい、今こういう押してる作業、はい、で出てきてる料理の革命を起こるそうっす、はい、この動画から数ヶ月後ね、エミちゃんがクッキングのあのアイテム使ってる可能性もありますから先生が出してこれ使うんですか私も使ってますなんで私も使うんだもういいかもしれないな。ちょっと行ってみますか。行ってみようか。はい。止めます。止めよう止めよう。はい。行きますよ。うん、オープン。お。え？ん？え？あれ？ちょっと待って、もう焼かれてない。いや焼けてもてんじゃん。熱持つ。いや焼けてる。これどうしますこれ。怖い怖い。これ焼いてみますか。混ざってはいるんですか。なんとなく混ざってはいると思う、うんうんうん、いい、もう結構熱いきます。大丈夫、ピチャーンでいいと思う。じゃあいきます、うん、気をつけて全部出たね、全部は出たどうなんこれは。でもさ、ちょっと確かにね、止められてる、これ止められてるよ、ね、確かに。だって元これだもん。そうっすよね。うわすげえ。だって何もしてないの、うん、前な完全に寝れたこれ、これいいんじゃないですか。これは寝れたよ。もうもはやさ、誰もさ、ちょっと気持ち悪いもんと思ってないもん。まあまあまあ、ねえ、うまく合ってくれる。いやー腹減ってきた。めっちゃ減ってきたこれ。何やこれ。焼いてる間にしこれるから。そこで焼いてる間に。ローションいらないからね。対面剣あたりってなっすか。真っ黒のあの料理は。対面剣のあのシェフマスター。いいかもね。うわーできた、うん。できたじゃん。下手しいね。ここに来るまでで、もしかしたら今年齢制限ついてるかもしれない。でもこっからいけるか。ソースかかったら一回印刷はします。はい。料理番組や。取れたよ、ちゃんと。あ、いいですか。こっちの方がちょっと足りない。一回してやるな。ありがとうございます。できたな。形は、はい、まあちょっと崩れてるけど、はいはいはい、もう見た目、香り、もうハンバーグ。ありがとうございます。あとは味だけ。火は火を通ってた。すげえ。なんか緊張してきた。なんか、岸朝子に見えてきた。じゃあちょっと、はい、いただきます。ハンバーグ。ハンバーグやった。ハンバーグやった。わあすげえ。ハンバーグ。うわあマジで。マジっすか。いやちょっといただこうぜ俺らも。うまいよ。マジで。自分はもうこれぐらいかなと思います。味濃いめだけどちょっと。ちょうどいいよ。焼けてるもん、マジで。うま
どうですか。めちゃくちゃうまい。じゃ最後の締めだね。うん、天玉ー。天玉バーグ出ました。シコ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 よし、第2次いきます。ちょっと空気入れてる方が空気というか牛乳牛乳おもろいな。俺テンガバーグサラダバーで出せるかも。めちゃくちゃおお、うわー、綺麗綺麗、すーっ綺麗だ。いいですか、ダイナミックに。はい、おー綺麗よ綺麗。すごいすごい。みんなに振る舞って、うわー、いいじゃん。うまそうやで、これはい。インサートね。なんでそれ撮りたいの。いやー、これであのコラボ完結してよかったです。本当に師匠、これまた、いや本当に、いやこんなに、はい、なんかあんなにさ、うん、あの雑などっきりしたのに、はい、こんなに美味しいお米。そうっすね。だから今後、だからテレビでね、ハンバーグのこと聞かれたら、実は一番前のあれなんですよ。天下で作って仕事なくなりますよ。大時間で喋る。やめろよ、絶対やめろ